乾燥したグラスピーの種子グラスピーは豆か連リ相続に属する植物。ガラス豆とも呼ばれ、また学名からラチルスピー、ラチルス豆とも呼ばれる。地中海沿岸から西アジア、インドに至るまで広い範囲で栽培される食用植物で豆を食用とするが、この種子には有毒成分が含まれ、多量に増殖した場合して半身麻痺を引き起こす可能性がある。 しかし、乾燥に強く、痩せ地でも生育し出順にも強く収量も多いため、他の作物が不作の時にも生育しやすく、そのため小麦畑など他の作物と混載されることが多い。インドでは畑の後作やコン、植えるなどで広く栽培され、栽培面積は200万ヘクタールに上り、生産量も100万トンに上る。食べ方としてはそのまま煮たり、 練って、チャパティにしたりする。収量は多く栄養価も高いが、多種と危険性のために、価格は安くしばしば貧民の食料とされる。グラス P の種子には、神経毒性を持つアミノ酸の一種である、オキサリルジアミノプロピオン酸が含まれているため、グラス P を大量に食べることは下半身が麻痺する、ラチルス病という難病を引き起こす、可能性がある。 よく水にさらしたり何度も茹でこぼうすことで無毒化することはできるが、この無毒化処理の際に栄養分が多く失われ、これを増殖すると、今度は栄養失調となりがちとなる。1日に 200g までの消費であれば、中毒症状を起こさないことが知られており、実際に他に食べ物のある時には、ラチルス病が起こることはない。しかし、飢饉の際には、 他の植物が大打撃を受ける一方で、グラスピーは順調に生育することが多く、そのため基金の時には貧困層は食料の大半がグラスピーという状態になってしまう。こうした時にラチルス病は大流行する。ラチルス病は古代ギリシア時代から知られており、近年の流行としては1940年から1941年にかけて、 内戦中のスペインで起きた流行や、1961年、及び1975年に、インドで起きた流行などがある。対策として、毒性の少ない改良品種が育成されたものの、収量や環境体制に難があり、またグラスピーはそもそも捨て作りするものであって、グラスピーを栽培する、大多数の農民には新品種を購入する資金も、必要性もないため、普及は、 父として進んでいない。ラザースサチベスエルトラーピコスハット豆な豆の話 P141 吉田吉子平凡社2000年4月20日初版第1冊フード S フード審判食材図転生鮮食材編 P323 二千三年3月20日初版第1冊小学館新定食用作物 P425 国部 薪栄養剣道2010年8月10日、第一版、フード、S フード審判食材図転生鮮食材編、P3232003 年3月20日初版、第一冊小学館、豆な豆な話、P141 吉田吉子平凡社2000年4月20日、初版第一冊、新定食用作物 P425 国部、薪栄養剣道2010年8月10日、 第一版、豆な豆の話、P139 吉田吉子平凡社2000年4月20日、初版第一冊。豆な豆の話、P140 吉田吉子平凡社2000年4月20日、初版第一冊。ありがとうございます。